天心と連絡取ってますか？ああ、だから連絡ちょいちょい取ったりしますよね。まあなんか、あの僕が天心のあの VTR 撮ったりとかあったじゃないですか。でも遊んないとかはもう随分ないっすね。格闘家でそもそも遊ぶっていうのがそんないないからな、普段から。たまにタツキとか、まあ K-1 なの軍事タイトとかその辺とか会うぐらいで、僕基本なんか一人でいること多いんで、あのあんまあれっすね、なんか属せないんですよね。なんか大抵ジムとか行ってる人とかわかると思うんですけど、まあ、例えば空手の道場とか部活とかも多分そういうのあるかな。あの大体派閥するじゃないですか、部活とか、ジムとか、まあ、職場もそうだと思うんですけど、何々一派とか何々一派とか大体まあこう何々派とかこうできるわけじゃないですか、こうメンツみたいな、なんだそう、あとキングとか、そうまあそう、まあなんだろうな、まあ群れがこうできるじゃないですか、個々のなんか全体で仲いいっていうよりかは。僕ね、なんかそういうのに混じれないんですよね。なんか常に一人で、僕何々派とか嫌なんですよ。全部自由に行き来したいです、一人で。だから今日はこいつらとも遊ぶし、違う日はこいつらと遊ぶみたいな、毎日こいつらみたいなのがないんですよね。なんかそれ飽きないですか、毎日一緒の友達って。ニコイチみたいな友達、俺飽きちゃうと思うんだよな。無理っすね、はい、まだ彼女をずっと大切にする方が全然楽です。あの友達をずっとなんかこう、なんかそういなんか難しくないですか、うん、まだ恋愛の方がいけるかなっていう、はい、だから友達僕なんかこうグループ化したくないんですよね。